またまた講演会を開催することが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。11月26日の土曜日ですね、なんば御堂筋ホールという場所で、まあ、前回させていただいたんですけど、そのなんば御堂筋ホールで講演会をさせていただきます。今回の講演会はですね、高校3年生向けじゃなくて高校2年生向けの講演会になってます。詳細はですね、下の説明欄の方に書いてますので、みんな来てくれることを願ってます。それでは会場であることを楽しみにしてます。待ってます。待ってます。入試情報から勉強法まで、受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナミズムの吉田です。マナミズムの江戸です。こんにちは。お願いします。はい、今回の質問です。はい、英文解釈の勉強が一通り終わり、英文読解の勉強や過去問を解いたりしています。その中で思ったのですが、英文を読んでいく際に SVOC を振りながら読んでいくのはダメでしょうか。どうしても時間がかかりますが、やはり SVOC を振りながら読んでいく方が読みやすい気がします。アドバイスをください、という内容です。あるねー、これはあるあるネタですわ。はい、SVOC をね、振っていってやっぱ読みやすくなるっていう感覚があるってことは、ちゃんと SVOC やっぱ触れてる、ね、ということなん で、はい、でやっぱり読解系から勉強始めるよりも SVOC のやっぱ構造を勉強して、読解に行くっていう流れは絶対に間違ってないから、だから安心してください。それでいいです。はい、はい、で、アドバイスをさせていただくと、 SVOC をね、もちろん振って読んでいくのが、まあ、一番こうもちろん楽なんですけど、やっぱり時間がかかりすぎてしまう。で、入試本番ではやはり SVOC は振りません、うんうん、振りません、まあ、振ったとしても英文和訳問題、うんうん、英文和訳問題できちっとした日本語を書かないといけない。その時に SVOC とか名詞形容詞副詞の構造を把握して、どれがどれに就職してるのかっていう考えながら、日本語を書いていく。そのために SVOC を振っていくぐらいはありますけど、読解で読み進めていきながらはほぼない。そうですね、うん、その中でもしあったとしても抽象部分、英語長文の中で抽象部分を読んでいくときに、この抽象、ここは抽象部分で大事なところって分かってるんだけど構造上分かりにくい。だから SVOC とりあえず振って、理解していくっていうアプローチぐらいでしか振らなくて、もう一文目からもうザーって全部振っていくっていうのはできないですね。はい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 、できないです、うん、だからまずダメでしょうか、この質問がさ、SVOC を振りながら読んでいくのはダメでしょうか、っていう質問やけど、ダメでしょうかっていうより、もう自分でそれやってたら時間間に合えへんの分かってるはず、うんうん、だからそこからはやっぱ抜け出さなか、抜け出さなか、はい、でその時にやっぱ抜け出す中でやらないといけないのは、SVOC は分かってる、でも振らなくても浮かび上がってもう見えてくるぐらいの、ぐらいまで解釈力を俺は高めた方がいい。でそれが高まって、それぐらいまで高まって単語をついてきて、でパラリの読み方もある程度習得できたら、 SVOC なんて振らんでも内容一致で、まあ、どこを押さえて読んでいけば読めるのかっていうところが徐々に見えてくるようになって、それが、きっちり SVOC なんて振らんくても時間内に解き終われるようになるはずです、はい、じゃあそういうふうに勉強していってほしいなと、はい、いうふうに思います。もうずっと言ってることっていうか、まあ、授業とかでね、はいはいはい、俺の授業とかでずっと言ってることなんだけど、 SVOC を振るのが目的にしたらあかん。はい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 、はい、SVOC はもうあくまで構造を理解して文章一文単位で美しく訳すための手段であって目的ではないから、構造が理解できてるということは非常に大事だけども、でもそれにとらわれすぎるのも良くない。英文読解では特にね。そうですね、うん、英文和訳、兄弟の英文和訳とかねやったら、まあまあまあ、ゆっくりや、じっくりやって、はい、ここで絶対やってくれるといいかなと思うんですけど、やっぱ次第は処理速度が速いことを求められるので、 SVOC は分かってるんだけどそれにとらわれず読んでいくっていうことをね、はい、SVOC は目的ではなく手段だということをしっかり、理解して取り組んでくれたらなと思います。はい、はい、それではこの質問はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。質問は説明欄にある LINE アットに登録して、そこから投稿するようにお願いします。チャンネル登録もよろしくね。よろしくお願いします。